キンプリヘイヤ耀仕様、キスシーンの裏話。舌は入れてないです突然の告白に笑い爆発。皆さん、こんにちは。今回は、キング・リンチェの人気メンバーであるヘイヤ耀仕様さんのちょっとしたキスシーンの裏話をお伝えします。マックス。2021年5月23日、日本テレビの冠番組、キングプリンスル。 に出演した、際彼が突然の発言をした瞬間がありました。その瞬間は、笑いが絶えない楽しいトークの中で起こったもので、ファンや視聴者たちは大いに驚いたことでしょう。この日の番組では、キスシーン史に残るキスを考える、というお題が出され、名作映画のキスシーンを振り返り、それを超えるキスシーンを考える指令がメンバーに与えられました。 そして、驚くことに、キスシーンの経験者は平野さん、岸優太さん、高橋海人さんの3人だけだったのです。特に平野さんは、少女漫画の実写化作品に出演することが多く、その中でロマンチックなキスシーンが多かったことを告白しました。彼のキスシーンには、宙というよりも、顎に手を添えてキスするなど、独自の演技があったそうです。 しかし、ここで意外な展開が待っていました。進行役のお笑いタレント劇団ひとりさんが、それって、キスを、したふりのやつと尋ねると平野さんはキスを、した、を、した、と混同して、しまい、いや、たは入れてないです。とまさかの暴露をしてしまったのです。スタジオは一瞬で笑いに包まれ、そんなこと聞いてないよ。と突っ込みが飛び交いました。 この笑いが収まる暇もなく、平野さんはさらに驚きのエピソードを明かしました。岸優太さんを女性役に据え、ゲストたちが考えた胸キュンシーンを演じるコーナーについて説明し、ツアーで仙台を行った時、楽屋で待ち時間があったので、金プリ内で岸く君を一番誰がキュンキュンさせられるかという遊びが流行っていたことを明かしました。 そして、最後は、なんと、全員が、キスで終わるという予想外の展開を告白したのです。この驚きの告白に対して、スタジオからは、やべえグループだな、というツッコミが飛び交った、他ツイッターのファンからも歓声が寄せられました。楽屋でみんなでキシ君くどいて本当にキスするとか普通じゃない褒めているキスしてキシ君惑わすのが楽しいのか W。 と、ファンたちは平野さんの楽しいエピソードに大いに盛り上がったことでしょう。結論、平野紫耀さんのキスシーンにまつわる楽しいエピソードは、ファンや視聴者にとって思い出深いものとなりました。彼の明るいキャラクターと突然の告白によって、番組は笑いに包まれ、視聴者は彼の魅力にさらに引き込まれたことでしょう。キンプリのメンバーたちの楽しいエピソードは、 彼らがファンとの絆を深める一環でもあります。今後も彼らの活動から目が離せません。読者への挨拶、平野志洋さんの笑いと驚きに満ちたエピソード、いかがでしたでしょうか彼の明るい一面や楽しい告白に、ファンとしては思わず笑顔になってしまいますね。キング、リンチェのメンバーたちはいつも、ファンを楽しませてくれることから今後の活動も楽しみですです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。